はい、皆さん、こんにちは、タートルです。40代になると、なかなか痩せないし、少しで太ってしまう。そう思った方は、今回のメニューがおすすめです。太ってしまう原因は、すべて筋肉のバランスにあるんです。使われない筋肉が増えてしまって、痩せにくくなってます。簡単に言うと、代謝が下がって痩せにくいって思うかもしれませんが、実は、使われない筋肉が増えることによって、太りやすくなってます。この筋肉というのが、高重量筋と言います。頭から足首まで、5点でバランスを取れてます。体の前側で言うと、お腹と、太もも。後ろで言うと、背中、お尻、ふくらはぎ。この前二つ、後ろ三つでバランスが取れてるんですが、筋力が弱ってしまうと、ジグザグになってしまって、使われない筋肉が増える。結果的に太る。といった結果になります。今回は、この高重量筋のメニュー、各30秒ずつ行っていきます。これを毎日行っていくことで、筋肉のバランスが取れて、結果的に代謝が上がって、痩せやすい元の体に戻ることができます。一緒に頑張っていきましょう。まずは寝たまま腹筋を行います。腹筋でも深層部を使う方がいいので、できるだけ息は止めないようにしてください。体を少し起こしてお腹に力が入らないように、お腹をへこませながら息を長く吐きます。首疲れる人は寝ててもいいです。お腹を押さえましょう。いきます。スタート。お腹をどんどん収縮させます。なくなったら吸って、お腹をへこませながら腰を床につけるイメージです。はい、 OK です。次に背中を使っていきます。体を持ち上げた状態で手を上げます。このまま脇を締める感じで背中を動かしてください。持ち上げとくの辛い人は休んでもいいです。休んでも手は動かします。いきましょう。スタート。万歳したら脇を締める感じです。あんまり早くやると背中動かしてる感じが分かんないので、ゆっくり肩甲骨を動かす感じです。はい、 OK。 次はお尻です。足を少し前に出します。このまま足は肩幅、つま先上げてお尻を上げてキープ。いきましょう。お尻をしっかり締めましょう。お腹を高くするんじゃなくて、お腹を引っ込めてお尻締めてキープです。お尻も使うんですが、もも裏も使ってるんで、もも裏痛いよって方はね、ちょっと足近づけていいです。お尻しっかり締めて、はい、 OK です。それでは立ちます。ふくらはぎと太ももは今から同時に使いますので、あと30秒で終わります。しっかり鍛えるためにスクワットというのは両足よりも片方の方がきついですよね。今回はつま先立ちで足を上げたら戻す、四股を踏んでいきましょう。30秒、いきます。スタート。できるだけバランスをとって、かかとがつかないように、これすごい太もも使えてるんで、高重量筋のね、弱ってる人にはおすすめです。はい、OK。 お疲れ様でした。とっても簡単ですよね。下腹出てるよ、反り腰だよ、ふくらはぎが太いよとか、ほとんど筋肉のバランスが悪くなって太くなってる。足鍛えると足が太くなる。そういう人もバランスが悪くなって、そこを使いすぎてるから、さらに使うと太くなるんですね。
まずはバランスを取ることが一番のダイエットの秘訣です。気になる部位が一つでもあるよっていう人はまずバランスを取りましょう。頑張ってやった方はグッドボタンやコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。